僕たち二人ならさ、絶対に世間をもうびっくりさせるような素晴らしい漫画が描けると思う。僕も思う。君はものすごく画力がある。うん。そして僕は物語を作る力がある。ある。僕たち二人が力を合わせたら、ものすごい漫画が出来上がると思う。あの、内容なんだけど、内容はできてるの？もちろん。もちろんもう全ての流れは頭にある。それをどん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 具現化していってほしい。わかった。ちなみにどれぐらいの長さを想定してる？かなりの長編になりそう。長編大作、長編漫画。まあこれは本当にもうギネス記録にもなるとは思うんだけど、400巻はいくと思う。400巻？じゃあ何十年もかけて発刊するっていうわけだ。そういうこと。じゃあ僕たちはいろんな漫画を描くんじゃなくて、この君が今思い描いてる漫画を一つ、その一種類だけを描き続けるだけの、そう、漫画人生ってことだ。どん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 一つの作品を掘り続ける。そうすることによって、もう世間もその漫画に対する愛着も湧くし。どうする？一巻描き終わるごとに出版社に売り込む？いや、最初のうちは誰も注目してくれないだろう。そうだよね。だからコツ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 書き続けて、注目してもらったタイミングで出版できるようにしよう。じゃあ一気に400巻書き上げるってこと？そういうこと。本当に400巻？もしかして足りないとかないよね？僕の今の想定では400は行ってしまうような気がするんだ。そっか。じゃあ相当な覚悟はいりそうだね。数年かかるかな？かかるかもしれない。じゃあ数年間はもしかしたら貧乏時代を暮らすことになるかもしれないけど。仕方ない。その後の大成功が待ってるから。今物語は全部できてるんだよね？もちろん、完全に入ってる。わかった。じゃあ話を聞かせて。絵にしていくから。まず深い森を描いて。60年後。マヨネーズ、マヨネーズが分離した絵を描いてください。うん。油と分離した絵を描いてください。どうしよう。全何巻って言ってた。想定の段階の時。400。今これ全何巻言ってる？8万。長すぎるだろ。相棒が死にそう。ストーリー最後まで聞いてないんですけど。あとどれぐらい残ってます？あと4000。か、4000。最初400って言ってて、結局8万いってるから。4000想定の場合は、残り80万巻。でも、後が全く気にならないぐらい、この漫画は面白くない。これ、君との生活は何とも味気なかったな。漫画を描き続けるだけの人生、悪くはなかったです。日の目を見て。相棒が死にそうです。欲しい。こんな漫画を描き続けてた人生、悪くはなかったと言いたいところだが、いかんせん
後先が気にならない面白くない漫画のため非常に不甲斐ない人生でした。そしてこれは極度の眠気です。いずれまた起きるでしょう。単独ライブジャルジャルタワー2021開催決定。詳細は概要欄にてぜひ見に来てください。ぜひ読んでください。ジャルジャルに興味あるやつネタサロン、なんとゼロから新ネタを作るやつというコーナーもあります。過去の単独も見れます。ゼロからジャルジャルがネタを作ってるとこを見せます。入ろうかな入れないかな、あー入らる、どっち、インスタグラムもやってるよ。ジャルジャルアイランドもチェックね。てめえ誰だよ。ジャルジャルタワー。